はい、続きましてアトス株式会社さんのブースにやってまいりました。製品の紹介をちょっとお願いいたします。アトス株式会社、営業の野本と申します。今回ですね、GS1 という、世界初の GNSS のライダーのスラムスキャナーということで、誰でも手軽に簡単にですね、天群のデータを取得することができるようなものを展示させていただいてます。はい、これはもう今ちょっと画像出てますけども、はい、ああいうふうに手で持ってそのまま歩けば天群ができるんですか？はい、その通りです。なので、ハンディスキャナーなので手で持っていただいて、はい、通常歩いていただくような形で、こういった形で天群の取得がすることができます。ちなみに歩くスピードはどれぐらいで歩いてらっしゃるんですか？普通です。その時速4キロ程度の普通に歩行する。そうですね、はい、あ、それでこれぐらいの天群が取れると。はい、そうです。一応、下以外はもう360度全部取れるような感じ。はい、一応照射距離自体は100メートル、はい、高さは60メートルぐらいまで取ることができます。なるほど。ということは、例えば今流行り の地上型レーザーで撮って、はい、撮れなかったとこなんかをこういうのでスーッと補足すれば、はい、非常に効率よく天群撮って後で平面化したりするということですね。はい、できます。ちなみにソフトウェアなんかはどうなってるんですか？これを撮った後のソフトウェア、一応専用のソフトウェアで出力はしていただくんですけども、はい、ラス形式に変換して で、ね、はいはい、できますので、あとは一般的なそうです、ね、天群処理のソフトウェアでこう加工するという、はい、その通りです。なるほど、はい、了解です。今後何か今後どういう方向に進んでいくとか何か方法がありましたか？そうですね、はい、やっぱ今までこうレーザースキャンって結構、敷居の高いものであると思うんですけど、低価格で誰でも簡単に天群の取得ができるというところで、はい、どんどんこの ICT 化を、アトスから中心に進めさせていただければなと思ってます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。以上です。